答え合わせをしていきますね。じゃあ1番からいきますか。マキさんお願いします。選手から風邪を引いています、はい、その通りですね。先週から風邪を引いています。2番ですね。スペイン語で何ですか？はい。そうですね。泣いてますね。いいですね。引いています。はい。じゃあ2番いきましょうか。2番、アナさんお願いします。買い物をたくさんして、貯金が減りました。減りました。いいですね。スペイン語で何ですか？Compré demasiadas cosas y mi ahorro se me hizo poco mi ahorro se hizo muy pequeño. そうですね。減りましたですね。減る。いいですね。貯金貯。減らしました。減らしました。どういう意味ですかね。減らし、減ら、減りました。減らしました。違いは何ですかね。アナさん、わかりますか。減らしました。うん。簡単、ちょっと聞こえる。聞こえるのちょっとおかしい。うん。そうですね。これおかしいのはなぜかですね。貯金が減りました。減りましたは、こう、減らしましたは、自分で減らします。自分で。でも貯金は普通は減らしませんよね、自分で。貯金は、置いときますよね、貯金だから。はい。でも減りましたっていうと、こう、減らしたくなかったんだけど、減っちゃいましたと。聞こえます。だから貯金が減らしましたっていうと、変に聞こえますね。その通りです。あ、減る。バハル。そうですね。ディスミニール。そうですね。減らし igual, pero como más con... Es que venía en... Chokin o gerashimas, o chokin ga gerimas. Chokin... O y ga, ga, chica, o... En otro, en kaze, kaze o naorimas, kaze ga naoshimas.そうですね。también、そうですね。ちょっと違いますね。減らすは自分で減らします。自分で減らす。減りましたは自分じゃなくて減ってしまった。というのが違いになります。どっちもスペイン語で言うと、ディスミヌイルです。どっちもです。でも、減りましたは減らしますは自分でやってます。例えば、お酒を減らします。con intención。私は減らします。no es otra cosa。yo。pero este 減ります。como que pues disminuyó。se disminuyó。sí。se evaporó。evaporó。pero suena raro porque diciendo que ya no tomo pero no suena así。ok。はい。じゃあ次3番いきます。はい。やけどしてしまいましたですね。やけどしてしまいました。うん。スペイン語で何ですか？そうですね。その通りですね。してしまいました。como que se siente lamento o pena. で、ay, como que ay. してしまいました。例えば、ここに旅行中にやけどしました。Entonces no suena nada, solamente diciendo que pues, se quemó. Pero してしまいました es como que... Sí, pues me quemé. Ok. Ahí ya 4 番, Olivia, お願いします. その通りですね。大丈夫ですか？蚊がいるから。ああ、蚊がいるから。はい、いいですね。昨日彼から婚約指輪をもらいました。オリビアさん、スペイン語で何ですか？
そうですね。もらいましたですよ。ごめんなさい、ノーエルシード。僕もはい、はいって言っちゃいましたけど。誰に？いいですね。みんなでコナニコナニさん。いいですね。婚約。婚約。で、はい、じゃあ次いきますか。じゃあ5番お願いします。マキさん。去年から10センチも身長が伸びました。その通りですね。3番です。身長が伸びました。スペイン語で何ですか？Desde el año pasado crecí 10 centímetros de altura. その通りですね。体重。体重？体重。体重。体重なんですか？ペソ。ペソ。その通りですね。体重です。その通りですね。アルトゥラですね。調子 es salud o es el o no 調子悪い調。そうですね。まあサル。サル。うん。具合も一緒ですね。調子具合一緒です。具合が、はい、そうです。具合が悪い。健康？健康が悪いとは言いません。健康は、健康también es。そうですね。そっちの方がいいですね。ごめんなさい。健康は猿で、具合はエスタドで猿ですね。健康は猿。はい。Y cuando hablamos de siempre estado de salud, entonces ya este guai choshi. De guai va choto informar, ¿sí? Onajimi. Onajimi es. Guai va dou desu ka? Choshi va dou desu ka? Dochiramo tsukaimasu ne. Kenkō wa kenkō shindan. Toka kenkō shindan wa karimasu ka? Chechika saru? ¿Eh? Chechika saru? Chigaimasu ne. Revisión.revisión médico. Kenkō shindan. Kenkō shindan. Yo que usamos. Revisión médico. ¿Qué es lo que? Kenkō shindan. Kenkō u shindan. Shindan. Sí. Se murió la salud. Shinu ya nai desu ne. Sono shinu dewa nai desu. Shindan wa diagnóstico. Diagnóstico.なんですけど、健康で、レビション、チェケオ、メホチェコ、チェカ、そうですね。じゃあ、6番いきます。アナさんお願いします。カラオケで歌いすぎて、喉が痛いです。そうですね。喉が痛いです。スペイン語は何ですか？Por cantar demasiado en el karaoke, me duele la garganta。そうですね。すぎて、es demasiado。うん、で、痛いは痛いですね。めどえれ。じゃあ7番お願いします。このバグの値段はそのバグの2倍です。はい。La bolsa de, la, el precio de esta bolsa es dos veces más que la de aquella bolsa。その通りですね。その2倍です。2倍es doble。3倍は何ですか？あ、3倍は何ですか？トリプル。で、4倍は4 veces. De 5 倍、6倍、7倍、8倍ですね。うん、いいですね。あ、ごめんなさい。いいですね。スペイン語も。はい、じゃあ8番いきます。オリビアさん、お願いします。山の上
前から見るうちは、うちの海、うん、海はとても美しい。美しいですね。ですね。そのとおりですね。はい、スペイン語で何ですか？Desde arriba de la montaña, el mar que se ve, el mar se ve muy hermoso. そうですね。そうですね。verdad. ですね。はねは verdad. ですね。海。En dado caso que aparecen como umi, wa, aquí este sujeto está medio de elaboración, ¿verdad? Entonces todo lo que están este, adelante están agregando significado a este umi, ¿sí? Desde montaña, ¿no? Ahí, ya. Ahí, ya. Ahí, ya. Ahí. Este pan está tan suave que es muy fácil comerlo. Son todos, ¿no? Yawarakai, o como blanda. Blanda. ¿Sí? Ahí, ya 10 más. Vamos a ver. Coto no poquito ni o canega haite imasta. En el bolsillo del abrigo encontré dinero. Son otros, ¿sí? Poquito to imas. Y es, ¿sí? Ahí, ¿cómo más de la pregunta hay más? ¿Está bien? Ahí, ¿cómo va 1 問1点です。はい、1問1点です。数えておいてくださいね。はい。終わりましたら問題2に行きます。ここは、大体同じ意味の文ですね。同じ意味の文を、選んでください。じゃあ、あけみさん、お願いします。1番。はい、問題2ですよ。友達のお見舞いに行きました。はい。病気の友達に会いに行きました。はい。友達のお見舞いに行きました。病気の友達に会いに行きました。はい、そうですね。お見舞い、これ何ですか？ビシタでそうですね。病気だったり、怪我だったり。ですね、その時に行くことですね。お見舞いとですね。なんで友達に会いに行きましたです、ね。病院だけではなく、うちでも。うちでもそうですね、はい。でも病気の時ですね。病気の時、怪我した時にお見舞いになります。はい、じゃあ2番、オリビアさんお願いします。テストはみんな80点以上でした。はい。テストはみんな80点くらいでした。80点くらいでした。うん。これを皆さん4ですか？いや、テストはみんな79点より良かったです。その通りです。80点以上は、その通りですね。80もです。80もです。80と81から上ですね。なんで79点より良かったですね。よりは入りません、80は。そうですね。なので、80から上になるので、以上ですね。これ気をつけてくださいね。日本人でも間違えます。80から下は、この先生 ?80 以下。以下。はい、それは80も入ります。以下、以上は80も入ります。はい。なので2番ですね。アナさんありがとうございます。うん、はい、じゃあ、マキさんいきますか。3番。私は昔から丈夫です。はい。私はずっと前から体が強いです。その通りですね。Yo soy muy saludable desde hace mucho tiempo.そうですね。丈夫よく使いますね。私は体が丈夫です。それと強いは一緒ですね。よく私の取り柄って言います。取り柄って聞いたことありますか？ミフォルタレサ。そういう言い方します。私の取り柄。取り柄と言います。翔太先生は？丈夫です。私の取り柄は丈夫です。年を取る
動詞を取りすぎて、できてフォルタレザ、トリエ、トリエが少なくなる。トリエ少なくなる。そう。まあはい大丈夫ですよ。はい。なんかまああんまり言わないですけどね。誰も誰も言わないけど、まあはい。トリエあんまり使って聞いたことがない。トリエの反対は？トリエの反対？トリエの反対は？よく、en las entrevistas de la escuela、はい、como no、fortalezas y、debilidades。Debilidades、まあ。Les traduzco así, pero no sé si está bien. うん、あの基本的に自分の話をするときはそれでいいと思います。ただ仕事のときになると改善点とか使いますね。改善。改善は、え、そうですね。改善はあのメホルコンティノワって聞いたことありますかね。改善。改善っていう言葉はもう日本語なん、ね。まあ、メホルコンティニュアになるんですけど、訳はスペイン語の。その通りです。でも、ワレサルです。仕事の時です。あの人の時には自分の時には使いませんね、あんまり。あんまり。はい。Entonces, está bien que les diga así, cuando les traduzco, ちょっと弱いところ、苦手なところ。苦手。はい、苦手なところでもいいですね。まあ、弱い、強いでもいいですけども、苦手の方が、得意、苦手の方がいいかもしれないですね。苦手なところ。そうですね。苦手なところですね。苦手な、得意。はい、得意なところですね。得意なところ。そうですね。得意なところ。まあ難しいですね。そんなに聞かれたらね。いや分かりませんよって。よくお母さんは翔太のいいところは体が丈夫だけです。それそう。体が丈夫だけです。頭も悪いですって言ってもらいました。お友達も好きな。せっかくはほがらかで。はい。せっかくもほがらかで。あ、そう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 。そうそう、言ってました。そう。はい。でも一番強いのは体ですっていつもお母さんが言ってました。はい、体は強いですっていつも言ってましたね。はい。じゃあ、次行きましょうか。4番、アナさん。このデザインはとっても珍しいです、はい。このデザインはとっても少ないです。その通りですね。スペイン語で何ですか？este diseño es muy raro, este diseño, de este diseño hay muy pocos. その通りですね。珍しい、significados como poco. Uh-huh. 少ないes そのままですね。poco ですね。じゃあ、あけみさんお願いします。このスカート大きさがちょうどいいです。はい、このスカートはちょうどいい大きさです。2番、ちょっといい大きさで、ちょうどじゃないですね、これ。ちょっと書いてあったから、うん、私もさっきそれを、書きましたか。消して、はい、このスカートは私に合う大きさ。その通りです。1番です。その通りです。その通りですね。はい、ちょうどじゃなくて、合う大きさです。ですね、これスペイン語で、はい、1番です、1番。もういいえ、もういいえ。じゃあこれ何ですか？このスカート大きさがちょうどいいです。あけみさん、スペイン語は何ですか？うん、
ちょうどいい。はい。そう、そうですね。ちょうどいい。そうですね。そうですね。なので、合う大きさ。これも一緒ですね。Me queda muy bien。ね。Me queda justo。ですね。はい、じゃあ次いきます。これは、1問2点です。2点。はい。メモしておいてください。お願いします。そうですね、はい、はい、じゃあ次いきますね。問題3、オリビアさんお願いします。今度は、この名詞ですね。この名詞の名詞 が、そうですね、名詞の意味がきちっと使われているものはどれですかですね。単位、これオリビアさん何ですか、スペイン語で。No, no consigo nada más. Okay, じゃあ先にじゃあマキさん助けてください。退院何ですか？そうですね。病院から出るときに使いますね。退院と言います。じゃあ退院どれですか？1、2、3、4、5。あ、ごめんなさい。4。怪我が治ったので退院できます。その通りですね。2番。スペイン語で何ですか？うん。その通りですね。退院できます。お治ったので、そうですね。ポルケです。のでポルケですね。その通りですね。その通りですね。ダルデアルタ。入院。入院、うん、Entrar ですね。入院単位です。入院します。入院です。にゆ、チキータですね。小さいゆ。う、いんですね。そうですね。ゆ、小さいいですよ。ゆ、小さいの。うん、小さい、ごめんなさい。それで、はい、小さいので、はい、大丈夫です。ですね。はい、じゃあ次いきます。2番。あ、じゃあ、オリビアさんできたんでしたっけ ?2 番。2番。はい、じゃあ、ミエロお願いします。ミエロ、この部屋から綺麗な海が見えます。その通りですね。はい、3番ですね。スペイン語で何ですか？セレオンラブ、オンモニト、オンマロニトで、この部屋、で、セクワティカ。その通りですね。せべですね。見えます。せぽえでべ。うん。うん、いいですね。じゃあ3番お願いします。アナさん。甘いものを食べたら太ってしまいました。はい、いいですね。スペイン語で何ですか？por comer tanta cosa dulce, engordé。そうですね。甘いものを食べたら太ってしまいました。たらは、しの意味があります。うん、pero este pues depende de la oración. Pasado, no me no sé ese, pero como que no lo entiendo bien. Amaimo no tabetara futori mas, ¿no? Tabetara futotte shimaimashita. Aquí tara es este caso no es sí. Sí. Tabeta kara no, porque aquí tabetara es después de comer. Porque cara, tara este, también significado como después de. Se puede.太るなんですか？そうですね。知らない。オリベさん。じゃあ健康で。おめでとうございます。Como dijo mi doctor,
Ok, o sea, no estás sana. Químicamente estás bien. Químicamente. Ah, pero si estás sana. Ahí. Ya. Seguimos, que yo va. Arima, dale. A quién me sabe una vez más. Kuwashi. Ahí. Karewa, Nihon no Bunka ni Kuwashi des. Yes, ¿no? Kare wa Nihon no Bunka ni Kuwashi des. So, ¿no? 4番ですね。スペイン語で何ですか？ Él es... Él en la cultura japonesa está muy profundizado. O sabe mucho de la cultura japonesa. その通りですね。Kuwashi es como sabe mucho. Y Kuwashi, cuando es algo taijen o algo... ¿Cómo se dice? Kuwashi, ¿no? Kuwashi は使いませんね。Kuyashi.悔しいは言いますね。悔しい。そうですね。コラージュですね。そうですね。まあ悔しいは例えばサッカーの、うん、サッカーの試合に負けました。悔しいです。その通りですね。負けて悔しい。悔しい。その通りです。そうですね。エクスペルト。悔しいは、como le da coraje。そうですね。悔しいです。嫌な料理が、だから悔しい。そうですね。嫌な。そうですね。悔しいです。もう一度もう一度言いますね。混乱してしまうので、詳しいはエクスペルト。Okay? 例えば、私はサッカーに詳しいです。ですね。で、悔しい。悔しいは、メダコラヘ。し、例えば、サッカーの試合に負けて悔しいです。はい、こうああ、勝ちたかったです。でも負けました。悔しい。ですね。詳しいじゃないです。今日の試合、サッカーの試合があって、お客さんが来なくなって悔しい。そうですね。いいですね。例えばですね。No es triste, es enojado. そうですね。違いますね。Como enojado, pero sí, como que es así, como coraje. Sí, hubiera, exactamente. Sí. Ándale. ¿Eh? No, no sé, ¿dónde está? Tienes que aprender español, correcto. Está encabronado. Encabronado. Y más fuerte, hay uno más fuerte en mi juego. Así, más enojado. So, es un cuyashi, ya no es con él. Es el más fuerte. Coraje, como tipo coraje, sí. Como que. Encabronado. Más fuerte en mi juego. Así que veo mucho coraje, ¿qué dices? クソーとか言いますけどね。畜生、畜生とかクソーとか言いますけど、あんまり言わないですね。はい、あんまり聞かないですね。でもよく。まあ日本語はないですね。日本語はない。どこだ。そんな格好。はい、じゃあ。わかりました。はい、じゃあ5番。今オリビアさんですね。ビタミンお願いします。ビタミン。ない。OK。飲んで、その通りですね。正解です。はい、合ってます。はい、体のためにビタミン C を飲んでいます。これ何ですか？そうですね。体のためにですね。疲れているときビタミンしましょう。これわからないです。ビタミンはしましょうじゃないです。飲むですね。うん、そうですね。あ、いいですね。じゃあこれも最後2点です。はい、計算してください。2です。あ、1、ごめんなさい。はい、じゃあ。
で教えてください。OK、 待ってください。はい、じゃあマキさんからお願いします。28、はい、おすごいですね。28、詳しいですね。20、マキさん。はい、じゃあアナさんお願いします。おすごい、アナさん。はい、アケミさんお願いします。25、いいですね。はい、オリビアさんお願いします。何て言うんですか。当ててみて。当ててみて。何ですか。15点、18点、16、16以下、15以下。15以下。じゃあ、13、10、12、いいですよ。はいはいはい。はい、勉強してなかった。Pero... Y contrata una secretaria de los pesitos. No tienen que estar físicamente, como que nada más los tome y los mande. Una como cajera. Pero de todas maneras, todo lo que haces puede cocinar también. No, pero es para ti diversión cocinar. Pero te, bueno, no, pero te vas quitando... Ajá. Eso de los pedidos y todo eso, sí, porque tienes que estar viendo, tienes que estar haciendo. Eso no te puede hacer. No sé cuánto. Ay, ah, ya no le queda mucho más tiempo. No, se pone a hacer, no, pero... se pone a hacer cosas que también ya too much. Alguien que te eche la mano. Tienes la computadora, porque si te llegan los pedidos por la computadora, ¿verdad? Por el teléfono. はい、あ、ありがとうございます。はい、じゃあ。はい、はい。Tienes que buscar un ratito para hacer algo de ejercicio. Porque son muy buenas. No, pero el ejercicio no es para flacar. El ejercicio es para mantenerte saludable. Como yo, que me dijeron que tenía que caminar, por andar de la voz haciendo el caso al doctor para caminar, no me caí. Entonces, ella no camina, que porque se cayó una vez que caminó. Ah. Es que vamos al parque. Vamos a estar tomando. Llévate con poca de tu casa. Vamos, vamos. Yo voy todos los días. Pero iba a las 8:30 porque era cuando salía. Aún mi entraba a clase, pero ya puedo desde las 7:30. Ahí. Así. Y dice, ay, ah, no. Deberías ir a las 6 con Arturo, con el coach que voy.
con ejercicios así bien fáciles, dependiendo. ¿Eh? Sí. あの、みんな大変ですけど。はい。あ、はい、あ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 、僕は朝の5時。ああ、はい。はい。今はね、重りはしてません。あのダンベルはしないで、もう走ってます。45分ジョギング。ジョギング？はい。ずっと走ってます。はい。あの公園ですか？公園は好きですけど、あの時間がない、朝。あの朝しかない。で朝はちょっと危ない。危ないから、ジムはあの僕、鍵持ってるんで、だから開けて、閉めて、閉めて、誰も入れないんで、僕しかいないから、はい、それでやってるんで、もう昼からもう夜は時間ないんで、はい、だからもし、え？寝る時間は何ですか？寝る時間は10時、11時半、11時とか11時半。2時に起きる。はい、もっと僕高校生の時早かったですよ。12時に寝て、え、そうですね。僕が高校生の時は12時に寝て4時とかでしたよ。4時です。4時？はい。あのサッカーの練習があったから全然寝てなかったです。だから今全然楽です。はい。なんで、はい、大変だったんで。はい。じゃあやりますか。やりますか。はい。はい、じゃあ、はい、147ページお願いします。今日は147ページお願いします。147ページ。はい、テストこれもしますよ。はい。はい、これ欲しい。問題1、問題2、問題3ですね。問題1、問題2、問題3。これを15分でやりましょう。で、問題4は懲戒です。なんで、ちょっと待って、終わったら待っててください。147、148、9です。はい、147、148、149ですね。いいですか？じゃあ、始めます。頑張ってください。用意スタート。Entrou no hospital.
いないか、例えば3日以内、3日以内の宿題を出してください。勉強です、外です、電動で3日入りますよ、1、2、3、OK です。はい、ちょっと待ってください。待ちますよ、いくら。待ちますよ、いくらです。はい、ちょっと待ってください。あの、お尻大丈夫でした？こちら、今日は、今日は簡単。No, no, 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 no,
549. Sí. ¿Es sí. Esta también? Sí, también es esta. Las grandes están muy chiquitas, las de atrás. ¿Las de arriba, verdad? Sí, donde me tengo que ir para que haya aparejas. Aparte, la copia también es como clarita. Que vas a animar a ti. ¿Qué? ¿En serio? Sí, estamos en el mundo. ¿Tokio va a ser 5 de ne? 35 de la tequila. Yoro va a 25 de la. ¿Y
yo por eso no voy a ningún lugar. ¿Cuántos días también? Porque había aire acondicionado. Pero ahorita no hay mucho aire acondicionado en el fondo. El cielo ya está bien quedito el aire. En el pasto, en la tensión, todo antes era, ay, qué sí, ¿verdad? Ahorita ya no. ¿Sabes dónde sí tienen muy fuerte la aire? Sí. Van a pagar muchísimos impuestos. Ay, hornos. En las tiendas, claro. Ay, hornos. Sí, no dejan concentrar. Sí, no dejan concentrar. Yo opino igual, tía. はい、じゃあ次いきます。超会いきます。聞いてくださいね。2問だけです。問題4です。いきます。はい、じゃあ、はい、問題4ですよ。大丈夫ですか。問題4聞いてくださいね。はい、じゃあいきます。まとめの問題。問題4。この問題では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、何を召し上がりますか。1、はい、召し上がります。2、すみません、いただきます。3、じゃあコーヒーを。2番、あれ、空が暗くなってきましたね。1、ええ、雨が降りそうですね。2、ええ、雨が降ったそうですね。3、ええ、雨が降ったんですね。はい、終わりです。紹介は簡単でしたね。はい、じゃあ147ページから答え合わせしていきます。じゃあマキさんお願いします。1番、はい、1番。え、あ、本当ですか。じゃあ1番アナさんお願いします。鈴木さんの話では、うん、食堂の料理は安くて美味しそうです。その通りですね。何番ですか。2143。そうですね、2143ですね。答えは4番です。いいですね。はい、じゃあ2番お願いします。あけみさん。ガチョウが自動車の事故、入院なさったのを知ってますか。うん。その通りですね。コーディネーター。そうですね。コーディネーター tuvo ¿sabías que el coordinador tuvo un accidente de coche y está internado?
そうですね。まあ、sabías o o sabes。お sabes。そうですね。知っていますかですね。何番ですか答えは。1。1、入院、そうですね。1番の入院になります。はい、じゃあ3番お願いします。オリビアさん。西川さんは会社をお辞めになるために、病気のことになりました。うん。うん、うん。じゃあちょっとマキさんはどうしましたか。西川さんは病気のために会社を辞めになることになりました。そのままですね。1、2、3、4。そうですね。これスペイン語で何ですかマキさん。El señor Nishikawa por su enfermedad。va a salirse del trabajo その通りですね。a renunciar al renunciar ですね。やめる por su enfermedad por su enfermedad ですね。西川さんは病気のために会社をお辞めになることになりましたですね。オリさん大丈夫ですか。病気のためにはい会社をですね。ことになりました。Como cuando aparece coto, siempre busca un este, forma diccionarios. Un verbo que forma diccionario. Porque siempre verbo y luego coto になりました。No puede ser como Olivia San puso de que como un sustantivo. Este, 病気のお会社を no, no se puede. Siempre tiene que ser verbo. ¿Ok? はい。じゃあ4番お願いします。マキさん。田中さんは。はい。ホテルの部屋でお休みになっています。そうですね。お休みになっています。答えは？4番。はい。スペイン語で何ですか？はい。その通りですね。お部屋、es部屋ね。pero como tiene、tiene ですね。じゃあ5番お願いします、アナさん。日本語、日本語的。OK。今年の、の。No, 図書館の本は 2週間以内に返すことになっています。その通りですね。返す4番ですね。4番。以内は dentro でですね。3日以内、dentro de 3 días。2週間以内に、これ何ですか、アナさん、スペイン語で。En la biblioteca tienes que revisar el libro antes de dos semanas。その通りですね。以内なんで2週間 OK ですよ。2週間も OK です。はい。じゃあ6番お願いします、アナさん。あ、ごめんなさい、アケミさん。この書類を。書類ちょっと違いますね。これどうしましたか、オリビアさん。うん。このサインを、うん、あ、ご覧になって、うん、書類をお願いいたします。ほとんどいいんですけど、オリビアさん、なぜ反対、書類とサインが、書類とサインが反対、はい。書類をご覧になって、あ、はい。ご覧になってサインをお願いいたします。はい、これスペイン語で何ですか。この書類、じゃあオリビアさんもう一回お願いします。この書類をご覧になってサインをお願
その通りです。この書類をご覧になって、ご覧になる、見るですね、見てサインをお願いします。書類何ですか？ドクメントス、資料、書類、両方とも言いますね。資料、はい、資料もドクメントスですね。ドクメント、この書類をご覧になって、revisa bien estos documentos y márcalos. Firmalos. Son todos, ¿eh? Olivia, ¿sabes? 反対でした最初. ¿Sabes qué pensé de sign? Pensé que un sign, un señal. Sign は日本ではもう全部サインです。あのサインはあのセニャルにはなりません。セニャルのことは、なんていうかな。アドバイス。止めない。はい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 。表示があります。表示。はい、表示。そうですね。でも、セニャルはサインとは言いません。サインとは。サインは全部書くサインですね。だ表示とか、式、まあ、表示かな、うん、表示ですね。サイン、レトレーロ、うん。いいですか、なんで、じゃあ最後いきます。7番お願いします、マキさん。今度の旅行で一番楽しかった。はいことを教えてください、はい、そうですね。何番ですか、2番。2番ですね。はい、スペイン語なんですか、platícame cuál fue tu parte favorita del viaje。 その通りですね。はい、じゃあ次のページお願いします。じゃあ今度は前のことにも使う、はい、これからあるときに使います。楽しかったことを教えてください。No estamos hablando del pasado, experiencia. 教えてください。Entonces, diciendo, por favor, 今度の旅行で一番楽しかったことを、今度の旅行、aquí no están diciendo, 楽しかった、no...Porque acuérdense que 楽しかったこと no están diciendo de este pasado, sino experiencia. Entonces diciendo que si tú vas a este viaje y me dices cuál es, o sea, cuál es más... Igual en español. Es igual. A ver, ¿cómo? Si vas a Japón, me dices qué fue lo que te gustó más. ¿Qué fue? En este viaje...entonces está diciendo de un viaje en Shorai. Son Shorai, ¿no? La próxima vez que vayas a Europa, dices qué fue lo que te gustó más. Son todos, ¿no? Spain como 過去ですね。はい、その通りですね。ありがとうございます。なんでここは、そうですね。今度は必ず将来です。あの過去の話はしません。前の話はしませんよ。はい、でも大丈夫です。はい、いいですか？はい、じゃあ次のページいきます。じゃあアナさん、読んでください。皆さん、新しい土地をご紹介します。します。3番です。はい。いいですね。3番、ご紹介します。ご紹介します。何ですか？その通りですね。ごで、ますですね。敬語になります。じゃあ次、あけみさんお願いします。岡はこっちです。はい。岡はこっちは選手を引退されて、来月からはこのチームのコーチになっていただくことがございます。
ことがございます。何ですか？ことが、その通りですね。ことになりましたですね。なったんですよね。ことがございますっていうのは、あ、愛、スペイン語すると愛とか言うんですけども、なんかわかんないですね。ことがございますですね。はい、じゃあ次オリビアさん読んでください。大川、はい、大川こっちは、大川ね、大川、はい、大川こっちは東京で生まれになり、はい、18歳の時ドイツにサッカー、うん、サッカー留学をされました、うん、12歳の時 21歳の時、うん、あ、全日本これ何ですか？全日本、誰かわかりますか？え、レッドハポン、そうですね。でも全日本のメンバー何ですかこれ？エキポナショナル、その通りですね。エキポナショナル、セレクションでハポンですね。全日本のメンバーに選ばれな、はい、あらばれな、ま、えら選ばれました。OK、はい。読んでください。ニド、はい。ニド、ワルドカップに、はい、あ、出場なさってたくさんの世界のチームを、試合を行ってきました、うん、いたしました。試合をいたしま、世界のチームと試合をいたしました。その通りですね。なさいましたです、はい。試合をなさい、たくさんの世界のチームと試合をなさいました。そうですね。じゃあ次読んでください。マキさん。大川こちの夢。夢は世界一のチームを作ることだそうです。その通りですね。作ること、はい、そうですね。一番読んでください、マキさん。チームの皆さん、大川こちと一緒に頑張ってください。そうですね、ありがとうございます。ちょっと難しいですね。読んでてもオリビアさんもこう、うまく言えないですよね。日本人でも難しいです、読むのが。それぐらい敬語が出てきてます。で、この敬語は前回勉強したものですね。ご紹介、ことになりました、それから作ることだそうです。そうですね、それも全て覚えましたね。で、これが、答えになります。じゃあ問題3いきましょう。じゃあ問題3、あけみさん読んでください。岡川選手優勝おめでとうございます、はい、テレビで最後の試合を見ました、はい、素晴らしかったです、はい、選手生活20年の間に2は怪我をして、okay. 試合に出られなかった時もありました。いいですね。じゃあオリビアさん、デモから読んでください。でも、どんな時も大川選手は、
笑顔。笑顔でした。オリビアさん、笑顔わかりますか？何ですか？スマイル。スマイルですね。ソンリサ。笑顔ですね。朝。朝はい。私は選手の中で大川選手が一番好きでした。そうですね。マキさん。じゃあ、マキさんお願いします。はい。練習でも試合でも一生懸命ボールを追いかけているのを見て私も頑張ろうと思いました。いいですね。じゃあ、アナさん、大川選手、お疲れ様でした。コーチをされると聞きましたが、これからずっと応援しています。応援しています。あ、応援。応援してます。その通りですね。応援って何？応援なんですか？Te apoyamos, te aplaudimos, te echamos porras. Esa es la que me decía el otro día. そうですね。応援するですね。よく使いますね。はい、じゃあ、あけみさん読んでください。この人は。この人はどうして大川選手が好きでしたか？はい、どうして好きでしたか？OK。2番、大川選手は、優勝して笑っていたからです。うん。3番ですね。3番ね。はい、大川選手がいつも頑張っていたからです。そうですね。言ってますね。練習でも試合でも一生懸命ボールを追いかけているのを見て、私も頑張ろうと思いました。なので好きなんですね。うん、いいですね。ちょっと。あれでしたね。早くやるとでちょっと見逃しましたね、うん、はい、笑顔って書いてあるのでこれは、うん、わざとですはい、じゃあ問題4いきます。じゃあ問題4、オリビアさん何にしましたか？1番3番どうですか？何を召し上がりますか？その通りですね。いいですね。コーヒーですね。3番。はい、じゃあ最後2番、これマキさん何にしました？1番。はい、何でしたか？覚えてますか？覚えてない。何でしたっけ？雨が降るそうですね。その通りですね。1番です。はい、いいですね。はい、これで以上になります。どうですか？難しかったですか？はい。そうですね。敬語に関しては、そうですね。難しいです。簡単にはできません。で、時間があるときに本もちょっと読んどいてください。やった練習問題ですね。オリビアさんはちょっといなかったので、やってみて。はい、で読んでいて分からないときはもうメールをしてください。いいですか？じゃあとりあえず今日はこれで終わりますね。はい、ありがとうございました。